ミトラダテス2世はアルサケス朝パルティア王国の王。パルティア王国の最盛期の王でメソポタミアを奪回しアルメニア王国でも影響力を持った。紀元前96年には初めてローマと接触した。ゆえに大王、長の王と呼ばれたミトリダテスとも記される。別号ではアルサケス8世というアルタバヌス1世の息子として生まれる。 紀元前123年頃、父の後を継いで、パルティア王となった。ミトラダテス2世が最初に手掛けたのは、バビロニアの鎮圧とカラケネ王国の打倒であった。紀元前121年、120年のヒスパオシネスの、銅家に、ミトラダデス2世の称号と肖像が刻まれているのは、その計画が成就したことを証明している。ミトラダデス世の世では、陸上攻撃が発達し、 パルティア王国に富をもたらした。中国の歴史書、式に記されている暗息国に長剣が訪れたのもミトラダデス2世の時代であった。パルティア王国の首都に訪れた長剣一行は非常に低調に迎えられ、帰る時はパルティアの施設がダチョウの卵を持ち、記述死を伴って同行した。ミトラダデス2世は領土拡大に伴い、続州に、 妨害な権力を与えることになり、諸宗督の総督と呼ばれたゴタルゼスのような権力者も現れるようになる。この頃、パルティア王国東部に侵入していたサカ族の中心勢力はすでに疲弊し、大半が南に方向を転じていたため、ミトラダデス2世は湿地を次々と回復していくことができた。また、アルメニア王国にも兵を進め、アルメニア王子ティグランスを人質に取り、 長年にわたって、パルティアの影響下に置くことに成功した。紀元前94年頃、ティグラネスの父である、アルメニア王、アルタバスレスの死に伴ってティグラネスは、故国へ返され、パルティア軍に支援されて、アルメニア王位についた。この際、パルティアは、70箇所の警告を受け取った。こうして、アルメニアと同盟を組んだことにより、アルメニア王国の脅威がなくなったため、 ミトラダデス2世は、セレウコス朝侵攻に専念することができた。パルティア軍の侵攻を受けたセレウコス朝のアンティオコス10世、エウセベスフィロパトルは、デメトリウス3世、エウカエロストプトレマイオス8世、ラティルスと共に応戦したが、その戦いで落命した。紀元前92年、共和制ローマのカッパドキア総督、ルキウス・コルネリウス・セダガー・リオバルザネスを、カッパドキアの王に、 福井させると、ローマ国境に迫ったパルティア軍は、ローマと交渉するために、オロバズスというものを使者として、スッラの元へ送った。しかし、オロバズスは、友好的な軍事同盟を要求したはずであったが、ローマ側からは、高能国になる申し出と捉えられてしまい、パルティアは、ローマの従属国となってしまう。 後に大失態を犯したオロバズースは、パルティアの威信を傷つけたという罪で処刑された。紀元前88年、セレウコス町内で、デメトリウス三世へウカイロスとフィリッポスエピファネス、フィラデルフォストで内紛が起こり、フィリッポスは、ベロエアで包囲された。その時ベロエアの君主ストラトは親パルティア派である、アラブ人の暴君アジーズとミトラダテスシナケスに助けを求め、逆に、 デメトリウス三世へウカイロスを放して降伏させた。紀元前87年、捕虜となったデメトリウス三世へウカイロスは、ミトラダデス二世の面前に引き出されたが、ミトラダデス二世は彼を攻遇した。ミトラダデス二世は、その後間もなく亡くなった。当時、ミトラダデス二世が統治していた領土は、イランとクルディスタンとメソポタミア北部であり、バビロニアは総督であった。 ポタルゼス一世が独立して統治していた。大阪 1998P439 デベボイス 1993P39 デベボイス 1993P39 デベボイス 1993P41 デベボイス 1993P40 から41デベボイス 1993P42 デベボイス 1993P42 から43デベボイス 1993P44 ありがとうございます。